繰り返しになりますが皆様のおすすめの乙部をぜひぜひ、コメント欄でお気軽に教えていただけたら嬉しいです。動画投稿3日目ぐらいまでにいただいたコメントにはすべて、主が直接一個一個返信をさせていただく予定なので。はい、まさかの嬉しいことにコメント、1000近くもいただけたー。わざわざ時間を割いて、コメントしてくれる方々がこんなに多いとは、感謝。でも、多くても300ぐらいかな、と想定していた主さん。予想以上に大量のおすすめ音ゲーコメントいただけて、めちゃくちゃ嬉しいのですが。当たり前に全コメントに返すの、めちゃくちゃ大変でちょっと後悔。ただね、こう言っちゃったからには、全部しっかり返信させていただくぜ。コメントくれた皆様、本当にありがとう。一応ね、全部に、ありがとう、だけとかじゃなくて、一個一個、コメント内容を元にお返事中。なので現在もまだお返事できていないコメント、大量に残っちゃっていますが、着実に一個一個、お返事させていただきますので、まだ返事来てない方も怒らないでね。あとこれだけの大量コメントなので、もしかしたら途中でお返事抜けちゃったりとか。ミスが出る可能性も大いにありでございますが、決してコメント内容が気に入らないとか、そんなことで意図的にスルーとかは 100% ないですのでそこも、よろしくお願いします。てかそもそも、みんなが親切で教えてくれているおすすめ音ゲーコメント、全部ありがたい以外ないし。と、ミスで抜けちゃうこととかの保険をしっかりかけた主さんです。それは言わないでいいのマリサ。おかげさまで、これまで聞いたことすらなかったいろんな音ゲー、知れました。そしてこんなにも主チャンネル視聴者に、音ゲー大好きさんがいるということに驚き。早速ね、教えてもらったアプリとかは一通りダウンロードして、やってみるぞ。という段階なのですが、せっかくなのでね、実況問題なさそうなタイトルに関しましては、実況開始をとげ候補として、皆様とプレイ体験共有じゃー。はい、虫が皆様のコメントでこんな音ゲーもあったのか、と、いろいろ知れて楽しかったので、ここで順番に候補を紹介していければ、皆様にも新しい音ゲーとの出会いを共有できるんじゃないかと思いましてね。ってことで本日は、結構前から段下部終わったら次の音ゲーはこれかなと主ちゃんも思ってて、昨日の動画のコメント欄でも圧倒的、おすすめ数1位だったプロゼカ。正式名称、プロジェクト世界カラフルステージ、フィート、初音ミク。実況も問題なさそうだったので、本日はこれを一通りチェックしていくわ。段下部よりもノーツが幅広くて、そして段下部にはなかったフリックが特徴的。ホールドは段下部では青ノーツだったやつだな。うん、まあフリックだけ最初ね、ちょっと慣れるまで大変かもだけど。特に違和感はそこまでなく、初見プレイできている感じです。まあさすがにね、これだと簡単すぎてまだわからないけども、これは主いいね、把握。そしてチュートリアルを進めていくと、なんかこんな画面になりまして。いくつか質問に答えておすすめされたのが、ワンダーランドの世界、ワクワク感満載。皆様からのプロセカおすすめコメント、音ゲーが良いのはもちろんのことなのですが、ストーリーを絶賛するコメントもめちゃくちゃ多かった。ってことで、他にも世界があるようなのですが、せっかくなのでおすすめしてもらった。ワンダーランドの世界で開始、世界観、ストーリーをちょい見します。ずっと、妹を笑顔にしたかった。ずっと、妹を笑顔にしたかった。せっかくのイケボ外国やめんか。あまり学校に行けない妹の先に。いきなり、重い内容ね。そればっかり考えてたわ。あらかわいい兄弟。みーちゃん、あの人、すっごくかっこいいね。キラキラしてる。うん。僕すごい。本当にすごいね。さっきが笑ってる。病弱の妹思いの兄、泣かせるねー。そんな素敵すぎたお兄様。来たぞ。ついにこの日がやってきた。しっかり声変わりもしちゃって。空も晴れているし、これはきっと、俺のスターとしての門出を、天が祝福しているに違いない。あれ、だいぶ性格変わった。さすが俺。これなら、今日のオーディションも、その場で合格が出るだろうな。レイデンの家庭でナルシストレベル、爆上がりしたようでございます。そしてよかった、妹ちゃん元気。ストーリーはフルボイスで、こんな感じで進んでいくんだな、ハーク。この動画ではところどころ、カットしちゃっておりますが、ちゃんと全部読んだ我々、納得でした皆様のコメント、ストーリー引き込まれる。結論やめー。続きが気になっちゃう感じで、実況する際にはガイドラインに違反しないようにうまく取り入れていければと。ここは、小ステージ?もちろんみっちゃんも登場やでー。誰だ?それじゃあ敵向き出しの司くんでストーリーチェックは終了。
ストーリー以上に重視しているかも。ガチャとキャラへ、見ていきましょう。ダンカブでもな、音ゲーと同じ。いや、それ以上に盛り上がったのがガチャ。やっぱ実況していく上で、ガチャ要素はかなり大切。ってことで開始後のプレゼントで石、10連分以上もらえたので早速。最高レアリティ、星4の排出率は 3%、プロセカガチャ、初挑戦でございます。コメント欄ではプロセカガチャ、課金にもハマっちゃうやばいコメント来てたから、課金大歓迎。手を返事しておいたぜ。おそらくこれまで、様々なアプリ課金、控えめに言って300万は使っている主さんよ。好きなことに使うのが一番だもん。さすがに星2とか低レアリティはボイスなしで登場ね。一般的だけど。でお、みくちゃん来ました。でお、連続で来ました。てやって、可愛すぎだろこの子。キャラも可愛いかっこいい、文句なしだな。てや、つかさくんだ。連続つかさくんはいいんだけども、ここまで全部星2という爆死中。星4はね、10連で出ない可能性の方が圧倒的に高いからしょうがないとして、すごいな。せめて星3は、と思っていただけた。ボイス付きで登場星4だろこれ。てまじか、これで星3か、演出、凝ってますな。ぐ、星4登場演出はお預け。そして最後に、やっぱ音ゲーロスで新しく音ゲー始めたいってなっているのでね。音ゲーの楽しさ、相性、この辺がなんだかんだ最重要ポイント。タブレット出た指で数回簡単な難易度でプレイしてみた感想。これ無視、慣れた親指でやったら難易度高い方でもフルコンいけんじゃね。ってことで前後段階あるプロセカの難易度。ダンカブでいうところのエクストラが、プロセカではエキスパート。ちょっと最後に力試し、メロディーで適当に一曲を選んで。東方弾幕神楽で鍛えた主ちゃんの親指音ゲーの腕前。プロセカのエキスパートにどこまで通用するか。じゃファイトよ主ちゃん。任せろ。なんかコメント欄情報によると、ダンカブよりプロセカの方が簡単で。しかもプロセカは全曲、全難易度、親指でもフルコンできるように設計されているとか。で、あっさり逆コンボ。ダンカブではね、親指にコンじゃ絶対に無理。不可能って譜面が存在してたけども。プロセカ、最後まで親指でいけるなら、親指のままでも良い気がしてきたんだが、ちょっとその点、本当に最後まで、要するに最難関も親指でいけるのかとか、音ゲー上手でプロセカやり込んでいる、詳しくいろいろ知っている画面の前の皆様的に、慣れた親指で始めるのと、プレイスタイルを変えてた指でいくの、どっちが良いかなどなど、アドバイスくれたら嬉しいです、よろしくお願いしますって、気づいたらコンボ、途切れてたし、まあほぼ初見プレイだしこのままいくか。でもまたすぐに100コンボ、これはすでにダンカブからうまく追いつきできているのでは？そうね、自分でも結構びっくりなぐらい、なんかダンカブの操作に釣られちゃってとか、ダンカブのノーツに慣れちゃってて、こっちの形のノーツ、難しいとか、あまり感じずに、楽しくプレイできてますってか、やっぱ音ゲー最高。でもね、まだまだ明日以降、いろんな音ゲーをプレイしていくからな、これ以上のヒットもあるかも。それはな、普通にあるでしょ。まあ正直に白状しますとですね、やっぱダンカブにはなかった操作、フリックだけは違和感ってか、ちょっと慣れないなってのは感じております。まあでもね、この程度なら数日、数週間もプレイすれば、そうね、すぐになれるだろうなってレベルの感覚ではあるから問題はないぜ。おし、じゃあ虫こっから最後まで踏み込んで乗ろう。あおりますなゲーマー魂を、いいでしょう任せなさい。はい、逆コンボ良いよー。もう慣れた。あ、ゆっくりました調子乗りましたすいませんでした。お疲れ様す高速クラブ回収。まあでも、リアルにこれ挑戦までのプロセカ音ゲープレイ時間10分ほど。体感として、予想以上にはしっかりとこのエキスパート、プレイできているので、やっぱダンカブで鍛えられたスキルはしっかり残っているなと安心しました。なんとかギリでフィニッシュ。さあさあ詳細結果はどんな感じ？みんなでバンザーイ！プロセカの判定評価はこんな感じ。うん、こっちでもエキスパートは頑張ればフルコン問題なさそうって感じだな。まあまだこの一曲だけだからなんとも言えない部分も多いけども。新実況音ゲー候補その1、プロセカ、やっぱ皆様からの圧倒的おすすめ率の通り。いろいろと素晴らしかった。でもまだ決められないぜってことで。引き続き他の音ゲーもお試ししてその様子、皆様にも共有できればと思いますので。また次回、お楽しみに。次はグルミク、バンドリあたりかな。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。